はいどうもこんばんは、こんにちは、おはようございます。真っ昼間の独り言、本日も始まりました。パチ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 という感じでですね、こちら真っ昼間の独り言、番組パーソナリティは埼玉県川越市を中心に各地で音楽活動をしてますサニークラッカーというバンドのボーカリスト、ミノルが担当しております。本日もよろしくお願いいたします。パチ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 。そんなこんなでですね、こちらラジオ川越なのですが、88.7MHz だけではなくてですね、スマートフォンアプリのレディモだったり、JCBA インターネットサイマルラジオだったりね、いろんな方法で聞くことができますので、ぜひとも皆様ね、聞いてほしいななんて思っております。よろしくお願いいたします。パチ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 。はい、そんな感じでですね、こちら、まあ、ビルマの独り言はですね、皆様からの、コメントか、ね、コメントやご意見等ね、いただきたいななんて思っておりますので、いくつかのね、投稿方法がありますね。まず一つ目はですね、ハッシュタグ、まあ、ビルマの独り言をツイッターでつぶやくですね。ハッシュタグっていうのは半角シャープマークですね。半角シャープマークに真っ昼間の独り言。こちらでバッチリでございます。ね。真っ昼間は漢字3文字。ノーヒートリーゴートは全部ひらがなですね。それ以外の文字だと僕検索に気づかなくなってしまいますので、そちら、気をつけてほしいなと思っております。はい、そしてですね、あとは、スマートフォンアプリ、レディモか。レディモにもね、コメントを送る機能がありまして、その他にもですね、ツイッターの、マッピルモの独り言のアカウントがあるのですが、そちらにね、コメント用の、メールアドレスがありますので、ね、こそっとね、なんか送りたいなっていう場合はそちらを、使っていただけたらななんて思っております。すべてよろしくお願いいたします。ね、すべてっていうのがね、キーワードなんですが。そしてですね、もう多分このね、収録している11月19日かね、11月19日、本日11月19日ということなんですけども、多分ね、この頃にはそろそろね、年末年始の番組をね、僕もね、準備をしている頃だと思うのですけれども、ね、この曲印象にあったなとかね、このアーティスト、気になったなとか、ね、おかわりとのね、アーティストさんとかいましたら、ぜひともね、コメントとかで教えていただけたらなと思ってます。一応ね、皆様のコメントをね、振り返ってですね、こういう反応があったなっていうアーティストさんを集めてですね、年末年始ぐらいにね、ちょっと流していけたらいいかななんて思っておりますが、まあ、その時はね、ちょっとね、季節感関係なくなってしまう可能性があるのですが、でもね、そういう風に皆様がね、なんか気になって、くれたアーティストさんをね、どん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 流していきたいななんて思っておりますので、ぜひとも、ね、そちらのコメントもよろしくお願いいたします。はい、という感じでですね、先々週からですね、七五三についてのね、楽曲をちょっと流しているわけなのですが、七五三ってね、果たしてどうなのというふうに思ったかもしれませんが、でも僕はちょっとね、いろいろ面白く楽しく、ね、楽曲をね、探させていただいておりますのでね、今週ぐらいまではやろうかなと思っております。本当は、来週分ぐらいまでは楽曲準備しているのですが、ひとまず今週で終わろうかな、なんて思っております。で、まず今週のね、一発目はね、僕が、よく流しているペンパルズさんをね、流していこうかなと思います。ペンパルズさんはですね、僕の大好きなバンドその一つなのですが、実は最近ね、再結成したバンドさんなんですよね。しかもちょっとメンバーチェンジもあって、いろいろとね、再スタートを切ったことになったのですが、いやー嬉しかったですね。2022年、ペンパルズさんが復活すると、そしてライブもしていると、もうこれはね、感動もんですよね、やっぱり。で、僕ちょっとね、リアルタイムではライブとかね、見られなかった世代なので、なのでね、やっぱりこうやってライブをするっていう風に話をね、聞いた時はですね、やっぱり見に行こうかななんて思っております。ということでですね、結構ね、デビュー当時に近いのかな、その時に出てきた楽曲でですね、70 times っていうね、楽曲があるんですね。70回目って言えばいいんですかね。で、この70、おやおやと、7か5か3か、7か5か3かなのに、いきなり70回とかいう風にね、思うかもしれませんが、一応7が入っているのでね、許してください。ということでですね、本日の1曲目はですね、
この曲でいこうかなと思います。それでは聴いてください。ペンパルズさんで70 times。はい、ただいま聴いていただきましたのはペンパルズさんで70 times でした。70 times ね。でということでですね、このね空気感がたまらないですよね。この後にねちょっと日本語ロックとか日本語パンクというジャンルって言えばいいんですかねに変わるんですけども、それはそれでかっこいいし、これはこれでかっこいいしっていう2つの姿を持ってるんですよね。なのでね、ペンパルズさんは聞くタイミングによってどういうバンドかちょっと変わるかななんて思ってるのですが、この番組の中でいろいろ紹介していきますので、ね、どん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 知っていってほしいなと思っております。改めましてペンパルズさんで70 times でした。はい、という感じでですね、今日もですね皆様の、ハッシュタグマッピルマの独り言をねチェックしていこうかなと思います。チェケラーね、いきますよね。ツイッターネームシェリーメイダーピーラブさん投稿ありがとうございます。皆さんこんばんは。こんばんは。ミノルローボイス来たー。秋といえば2月見フィーバー最高ね、ハッシュタグミノルカツとも書いてありますね。ミノルローボイス来たーと言ってますが、ローボイスにしましょうかね。はい、そんな感じですね。やってるんですが、月見フィーバー、そうですね、なんかね今年ねいろんな会社、まあね、とあるサンドイッチチェーン店で月見フィーバーしておりましたが、皆さん食べましたか月見フィーバー、ね、月見フィーバーって名前じゃないですけどね、月見フィーバーしましたかね。某ねあのロッニアとかね、モンとかね、マンとかね、いろんなねところが月見シーズンやってたのですがね、バーングっていうねところだけ月見とは全然関係ないね、なんか悪魔のバーガーみたいなの作ったんですよね。すごいですよねこの感じが。で僕もねそのねバーングは大好きでですね、よくね行ってるのですども、というもハンバーガー自体が僕大好きなんですよね。なのでね、皆さん月見フィーバーしてくれたかななんて思うんですが、僕もねちょこっとだけ月見フィーバーしましたね。この後もですね僕たくさんいろんなバーガー食べてきますのでね、どん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 体がハンバーガーになっていく様子を見ていってほしいなと思っております。はい、続きまして、ツイッターネーム小林かるかさん投稿ありがとうございます。紅葉を見に行こうよって書いてありますね。その通りでございますね。小江戸ロードとかもね書いてあります。ありがたいですね。そして、番組の終わり方でねアプリを消す瞬間に慌ててタップを止めるとかね、白馬に乗った王子様とかね、パフォーマンス激しすぎて惹かれちゃいのですかねとね、コメント大好物ミノルとか書いてあります。ありがとうございます。そうなんですよね、白馬に乗った王子様とかあるのですが、僕のねサニークラッカーっていうバンドの楽曲の中でパラダイスっていう曲がありましてね、その歌詞の中に海の向こうだったり白馬に乗った王子様だったりというね、歌詞があるってね、そんな幸せはないに等しいみたいなね、そういうことがあるんですけども、結構僕のね楽曲って明るい楽曲なんですけども歌詞は結構ね暗いんですよね。なのでね、まあ、そういうのバランスをちょっと楽しんでほしいななんて思ってるのですが、このね白馬に乗った王子様っていうね、歌詞を使っているパラダイスっていうね楽曲について裏話が2つあるんですけども、まず Oh you can see the paradise とね、あなたはパラダイス見せられるよっていうね歌詞なんですけども、まあその、まあ、C だから見るっていう方が強いんですよね。見ること、見られるよとか見ることできるよとか、まあそういう意味合いが強くあるんですけども、この You Oh you can see the paradise っていう歌詞なんですが、とあるライブハウスの人はですねこの歌詞を俺たちのパラダイスっていう風に聞き間違えて、俺たちのパラダイスって曲いい曲だよねとか言われてですね、俺たちのとねちょっとね、という風になった聞くことがあるんですけども、皆様はねどのようにパラダイス聞こえているのかななんて、気になっているので、この番組が終わったね、終わった後にパラダイスのね、YouTube も貼って宣伝いたしますので、どういう風に聞こえたか聞いてほしいななんて思っております。で、もう一個ですね、白馬に乗った王子様だったりっていうね、歌詞があるんですが、その白馬に乗った
王子様、このリズムがちょっと重要なんですよね。重要なんですよね。昔は海の向こうだったり、白馬に乗った王子様だったり、あ、これ今のバージョンだ。昔は白馬に乗った王子様だったり、みたいな感じで、歌詞がですね、白馬に乗ったおじ様って聞こえてたんですって。ね。白馬に乗ったおじ様と、白馬に乗った王子様。ちょっと違いますよね。ちょっとだけね。ね。ちょっと違いますのでね。どんな感じに聞こえるのかっていうのは人それぞれかもしれませんが。ね。まあそういうところも含めてですね。後ほど私、このパラダイス、ちょっとね、宣伝させていただきますので、皆様聞いてほしいなと思っております。よろしくお願いいたします。皆様ね、コメントありがとうございました。ね。僕ね、こうやってね、いろんな楽曲についての裏話とか秘密話とかもたくさんあるんですけども、あまりね、自分から話すタイプではなくて、何かこういうきっかけがあるとね、よく話したりするので、ね、そのきっかけをください、ぜひともね。そんなこんなでですね、また、皆様のコメントちょっと読んでいこうかななんて思っております。今週もありがとうございました。はい、ということで七五三の曲に戻ろうかなと思っております。で、七五三の曲っていうと間違いなのですが、7とか5とか3にまつわる楽曲を流していこうかなと思います。次のアーティストさんはですね、かよさんっていう方なんですが、皆さんかよさんって知ってますかって話なんですよね。で、まあ、なんて言えばいいんだろう、かよさんというよりも世間一般はかよちゃんって呼んでんのかなと思います。で、それどれかどんな人かっていうとですね、以前ポリシックスというバンドでシンセサイザー担当していたかよさんって方がいるんですね。うん。で、なんとですね、その方ソロ活動をしていたんですよ。ポリシックスさんをねやりながらソロ活動もしていて、といっても本当一作品出しただけなのかな、本当に短い期間だったのですが、三つ編みヒロインっていうアルバム出したんですよね。その中に三つ編みヒロインっていう楽曲もちゃんと入ってるんですけども、この三つ編みヒロインがすごいんですよ。何かっていうと、細野さんと松本さんのタッグなんですよね。この細野さんと松本さんっていうのはもうね、ハッピーエンドのね、リズム隊ですよ。ね、そのお二人がですね、なんとポリシックスのかよさんに、楽曲提供していると。ね、作曲が、細野さんで、作詞が、松本さんかななってるんですよね。これ、すごいですよね。なので、どんな感じの曲なのかななんてね、ワクワクしながら聞くと思うのですけども、もうこれ、なんて言えばいいんだろう。これ、なんかその、都会に行ってバンドでも組もうかしら、みたいな感じのね、歌詞が出てくるんですけども、もうそういうね、感じの流れで、ね、都会に出て、ポリシックスさんをね、結成してとか、もしね、そんな感じだったりとかね、加入して、みたいな、そういう感じだったら、めちゃくちゃ面白い歌詞だなと思いながら、僕、聞いていたんですよね。このね、真相はね、どうなのかっていうのは、また話は別なんですけども、なのでですね、そういうね、歌詞も含めてですね、聞いてほしいなと思います。で、普段はですね、かよさんはですね、ロボットみたいな感じで、ポリシックス時代は演奏していたんですよ。本当にロボット。もう、アンドロイドみたいな。表情変えないし、みたいな。で、なんか、本当ロボットみたいな、カク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 動くし、みたいな。で、またその、ちゃんとね、ボーカルのパートもあるんですけども、結構ね、ボーカルのパートもあったのですが、ロボットボイスのパートもめちゃくちゃ多かったんですよね。なので、よりロボットっぽかった、アンドロイドっぽかったので、まあそういうね、かよさんだからこそ、こういう楽曲は生きていくのかななんて思っております。ね、ということで、聞いてください。次の楽曲は、かよさんで、三つ編みヒロイン。はい、ただいま聞いていただきましたのは、かよさんで、三つ編みヒロインでした。もうね、この番組の中でもね、ポリシックスさんの楽曲結構流しておりますが、こうやってね、かよさんのソロの楽曲を流すとは思っておりませんでしたが、やっぱりこうやってね、聞くとですね、かよさん、いいですね。うん。普段はね、シンセサイザー弾いて、本当にロボットボイスを出したりとか、あとはね、ぴょんぴょん跳ねてね、ピコピコハンマー振り回したりするんですよ。あとはね、ポンポンって言えばいいんですかね。ほら、チアリーディングチアリーダーチアリーディングの人が持ってるような、あれですよね。ポンポンっていうのか、ボンボンっていうのか、ちょっとわからないんですが、あれはもっとね、フリフリしたりとかするんですよ、ボンボンを。ね。
そういうパフォーマンスがするんですけども、もうこのように三つ編みヒロインっていうのがね、ぐさぐさきますよね。うん、ぜひともね、かよさんのソロの楽曲か、かっこいい楽曲たくさんありますので、聴いてほしいなと思います。改めまして、かよさんで、三つ編みヒロインでした。はい、これからですね、七五三の曲、最後の曲をね、流していこうかななんて思うのですが、本日最後はですね、この番組の中でもね、よく流しています、ヘルマン H& ザ・ペースメーカーズさんをね、流していこうかなと思います。もうね、僕、ヘルマン H& ザ・ペースメーカーズ、まあ、通称ヘルマンと呼ばれているのですが、彼らの楽曲相当聴いてましたね、今年は。うん。で、やっぱりそのね、テーマに合った曲を探している時に、彼らの楽曲があると、あ、ちょっと今日流したいな、なんていうふうに思ったりするんですよね。しかも楽曲が深い、面白い。これはね、病みつきになっちゃうんですよね。で、もちろんですね、まあ、メンバーもボーカルギター、ね、ギターコーラス、ベース、キーボード、ウルフ、ね、ドラムみたいな感じでね、なってるんですけども、ウルフってなんやねんと思いますよね。そうなんですよ。ウルフっていうのはですね、いわゆるパフォーマーなんですよね。まあ、コーラスしたり、歌ったりとかするんですけども、まあ、ほぼパフォーマーです。踊ったりするんですけども。そんなバンドさんなんですよね。そのヘルマン H&ザ・ペースメーカーズさんなんですけども、そのパフォーマーがいるのにこういう音楽なんだとかね、思うかななんて思ってます。で、これから流すのはですね、ワン、ツー、スリー、フォーっていう楽曲なんですよ。もう、3入ってるけど、余計な数字もたくさん入ってないかとか思うかもしれませんが、ワン、ツー、スリー、フォーっていう楽曲なんですね。で、この楽曲、最初の1分ぐらいはね、ちょっと不思議な音があるのですが、ちょっとそれちょっとカットして、曲に入る直前からスタートしていこうかなと思ってます。原曲が気になる方はですね、ぜひともね、CD とかサブスクにもね、いろいろ出てますので、聴いてほしいななんて思っております。もう僕はこのバンドさん最近病みつきになって聴いていますので、皆様も聴いてほしいなと思います。また、ヘッドホンですね、右側と左側でちょっとね、またギターが振り分けられているので、ヘッドフォンをしながら聴くとより楽曲を楽しんでいけるかななんて思いますので、皆様そちらも、ぜひともチェックしながら聴いてほしいなと思います。それでは聴いてください。ヘルマン H&ザ・ペースメーカーズさんで1,2,3,4。 はい、ただいま聴いていただきましたのはヘルマン H&ザ・ペースメーカーズさんで 1,2,3,4 でした。レッツゴーって、ね、曲が始まってもうかっこいいですよね。イヤホンのね、右と左でまたギターの音が違うなとかね、弾いてることが違うなとかいうのもね、確認できた方はいらっしゃいましたかね。そうやってね、また音楽もね、いろんな楽しみ方がありますのでね、もちろん楽しみ方は自由なのですが、こういう聴き方もあるよとかね、そういうのもちょっと少しずつですがパスしていこうかななんて思いますので、受け取れる時は受け取ってほしいななんて思っております。改めまして、ヘルマン H&ザ・ペースメーカーズさんで 1,2,3,4 でした。ということでエンディングトークとなります。七五三シリーズいかがでしたでしょうかね。私まだまだ流したい楽曲があるのですが、どうしようといった感じです。そんな感じでですね、今週もですね、埼玉県川越市を中心に各地で音楽活動していますサニークラッカーというバンドのボーカリストミノルが担当しておりました。また来週も独り言に付き合ってほしいななんて思っておりますね。これからもよろしくお願いいたします。ではまた来週会いましょう。さよなら、バイバイ。 1,2,3,4